fighter. Got this. Leia. Monica. Nico. Mayu. Emma.聞いてください。パラレルサイダー。本日は藤川エマがお休みのため4人のステージになりますが、この曲は5人とグループの思いが詰まった曲です。一緒に最後まで盛り上がっていきましょう。理想を立て離れた世界、僕ら嫌われること恐れた日々が
ありがとうございます。ありがとうございます。渋谷ダイヤにお越しの皆さん、こんにちは。私たちパラレルサイダーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではリアの方から自己紹介の方お願いします。はい、オレンジ担当しののめりあです。リアー。はい、ホワイト担当は真白ニコです。ニコニコニコ。はい、ピンク担当夢月まゆです。まゆー。はい、水色担当リーダーの小熊もなかです。もなかー。はい、ありがとうございます。紫担当の藤川山ちゃんが体調不良のためお休みで、4人でのステージになります。ブーブーね、楽しみに、5人を楽しみにしていてくれた方すみません。すみません。すみません。ちょっとね、この後ね、新曲のお披露目だったり年末のね、練習だったりとかで結構スケジュールも立て込んでるのでね、一応大事をとってお休みさせていただいたので、次のライブからはね、5人のステージを見せられるようにエマにね、早く元気になってもらいましょ う、ね、エマにパワー送っとこう、前たちの、ね、うちらの歌声届いてるから ね、届いてるよ、きっと見てる見てる見てるあ、そっか、生配信、そうだよ、配信してるから届いてるかもしれない、本当に見てるかもしれないから ね見てるかもしれない、絶対見てないね。はい、というわけで後半戦も一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、ルックバック。ためだけ
練習したの。
えらい半年を記念してでした、すいません。で、そう、半年記念日が12月2日になるんですけど、12月2日に私たちの曲が全曲サブスクで公開されるです。公開されます。公開されます、すいません。はい、あ、そうなんですよ。明日から、今日から、明日からか、明日から動画、あのツイッターの動画にていろいろ情報が公開されていくので、皆さんそちらもチェックして、サブスクも2日から公開されたのいっぱい聞いて、5日に会いに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、この後終演後物販になるんですけど、いつもはね新規チェキをやってるんですけど、今回もまたチェキのフィルムがないので新規チェキがありません。気になった方はお金を払ってチェキを取りに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、私たちパラレルサイダーでした。ありがとうございました。